ロシアの伝統的なペチカ北海道のペチカペチカはロシアの暖炉圏オーブンである。この後はペチの小型でロシアで普通のスタイルの暖炉を想定しつつその全般を指す。ペチカ形式の暖房設備はロシア以外の近隣地域で広く見られる。日本では特にロシア式暖炉のことを言う。北海道で見られる。17世紀に北欧で石ではなくレンガでいろりを囲んだ形式の 暖炉が発明される。ロシアでこれを発展させたものがペチカである。ペチカは暖炉や焚き木ストーブと同じく焚き木や石炭を燃料として、モチールが全く異なる使用法であり、本格的な運用をするには2から3日以上連続して使用することが求められる。構造的には空気調整口、煙突ダンパーともに完全に密閉できなければならない。ペチカは沿道が非常に長いため、 焚き口で燃料を燃やしても火付きが悪いのでまずは煙突直下で少量の燃料を燃やし上昇気流を作り出し通風を確保することが必要である。ペチカに使用する燃料は焚き木や石炭であるがなるべく短時間に高温で燃やすことが求められるため通気は煙突ダンパー空気調整口ともに全開で燃やす。焚き木は温度を高くするために小割りにしたものが望ましく。 燃料は暖炉や焚き木ストーブのように徐々に足して燃やさずに焚き口に入る量の燃料すべてを一度に燃やすのが肝心である燃料から明るい炎が見えなくなったら煙突ダンパー空気調整口ともに半ば閉じ置きが暗赤色になったら煙突ダンパー空気調整口ともに完全に閉鎖しペチカに蓄熱された熱を閉じ込めるこの密閉が不十分であると熱が煙突を通じて 逃げるだけなく、一酸化炭素中毒の危険性もある。火をつけてから、空気調整口、煙突ダンパーともに締めるまでは1時間、ペチカ表面が暖かくなるまでさらに1時間になるように炊くのが上手な使い方である。ペチカは一度燃やすと9時間程度、大型のものなら15時間は安定して放熱する。3立方メートル程度のペチカの場合、ペチカの燃焼は、 朝夕2回行えば60から70平方メートルの屋内の温度を安定させることができる。沿道が巡らしてあるレンガなどで作った壁面の輻射熱で部屋を温める。ロシアでは、滝口の炉は暖炉、石窯、焚木ストーブなど様々な形状があり、オーブン機能やコンロ機能を兼ね備えるものも多い。日本では、滝口の炉は50センチメートルほどの立方体であることが多く、 コンロとして料理にも利用できるものが多い。内部に温水管を通し貯湯タンクと組み合わせることにより、給湯設備として利用されることもある。設計にもよるが、燃料を燃やして得られた熱量のうち90%以上を暖房として用いることができるため様々な暖房を比較しても極めて効率の良い暖房であり、暖房必要期間が長い北国において重宝される。 暖房としての立ち上がりが遅いのが欠点だが、一度温まると、ペーチカ特有の心地よさがある。部屋と部屋の間仕切りとして設置することにより、複数の部屋を同時に温めることができる。燃料は石炭焚き木のほか最近では、石油ストーブを組み込んだものが主流となっている。石炭は、北海道日と冬で2の3トンほど消費する。 北欧生まれの暖房法がロシアを経由し1880年頃に開拓市が北海道に導入満州拓殖公社が改良したペチカが北海道に普及したと言われているしかし満州開拓事業団型のペチカは縦円道なのに対して現在北海道でよく見られるペチカは横円道であるまた丸型ペチカは大正時代に普及した炭鉱の閉山石油ストーブ 暖房やコンセントラルヒーティングの普及とともに、暖房器具の導入も選択肢ができた。暖房で、ペチカのある暮らしも見直されている。ペチカの道具としては、重納、デレッキなどがある。メンテナンスとして、沿道の年1回の掃除が必要となる。煙突は、ペチカの特性上ほとんど、すすがつかないので掃除はほぼ必要がない。オーブンのほか、レンジ、パンガマとしても使われる。 内壁に水をかけて蒸発させ、蒸し風呂とする。しばしば、調理の後の余熱を利用する。ペチカ、焚き木ストーブ大全、暖かな炎のある暮らしを100%楽しむための、コンプリートガイド地球丸、夢丸ログハウス戦書。1996年12月1日。150ページ。ISBN4 から9 2 5千2 0から07から、2。モう数焚き木ストーブの歴史。 満州国立開拓研究所報告第4号、ペイ地下に関する研究、ドイ 10.、10.11501、114万2972、満州国立開拓研究所報告第1号、開拓民の住居特に暖房機の構造に関する調査研究、ドイ 10.、10.11501、114万2960、 満州国立開拓研究所報告第3号ペー地下の沿道形式に関する研究土井10.11501142968ありがとうございます。